パブリックビューイングが行われたパセラ6階の屋上庭園スカイパティオには200インチの大型モニターが新設されました。試合はアウェーで行われた FC 東京対サンフレッチェ戦で、集まったサポーターは好天の秋空の下グルメを楽しみながら声援を送っていました。楽しいです。ビールも美味しいですし、選手のプレーを大きい画面で見れて嬉しい。このサンフレッチェさんできるし、今度ドラゴンフライズさんも来られるんで、やっぱりこうスポーツの聖地らしく、スポーツバーみたいな、みんなでこうワイワイ楽しめる、そんな風にこうしたいんですよね。新しいサッカースタジアムなどが目の前にあるスカイパティオでは、年内いっぱいさまざまなスポーツ番組が上映される予定です。その後改装工事が行われ、来年春にはリニューアルオープンするということです。